さだやさ、ショコレでございます。9月14日金曜日、今週のダラダラトークです。現在が朝の7時46分、冷房入れてませんけれども25度、外は東京は雨が降っています。普段ちょっとこう目を覚ますために、朝シャンをしますけれども、今日はちょっと起きて寒くて、なんかそれすらもめんどくさいなということで、寝癖を隠すために、髪の毛をちょっと上げて、このまま、8時10分ぐらいの、電車に乗ろうということで、とりあえず動画だけ撮影をして、撮影素材をちょっと外に持っていき、外で編集をして、なんとか今日の動画を上げよう、そういう形で今日は動きます。というわけで、今週のダラダラトークなんですけど、 iPhone 発表されましたね。僕は iPhone X に、機種変更して1年、多分もう効率のいい方といいますか、新しいものに挑戦したいっていう方々は、格安 SIM とかにね、切り替えていて、最新の新しい機材というよりも毎月のコストを下げるっていう方々は、なんかそこまで新製品に飛びつくことはないと思うんですけど、2年縛りでちょうどその割引なども切れ、機種変更のタイミングの方は多分ニュースを気にされていたかと思います。なので僕は普通にソフトバンクで2年縛りで機種変をしてますんで、今回の製品に対して興味も湧かず、へーっていう形ですね。ただ現状で使ってるこの iPhone X の右側の端っこに縦に緑色の線が出るんですよ。これもずっと、もう半年ぐらい前からずっと続いてて、毎日出てるわけじゃなくて、この iPhone の機嫌によって右側に緑の線が出るんですよ、何をしていても。でしかもそれをスクリーンショット撮ろうと思っても反映されてなくて、結局その画面をまた別の機種で写真を撮らないとそれがわからないんですけど、多分これ無料交換対象になると思うので、できるだけこの早く iPhone X を無料交換サービスみたいなことしないと、もしかしたら在庫が薄くなって、交換に時間がかかるとかっていうこともあり得るので、なんかこう iPhone X、販売終了的なニュースもちょっとちらっとしっかり読んでないんだけど、まあ、そういうのも書いてあったりとかしたんで、ちょっとそこを早めに対応しなければいけないかなという点ですね。僕はその iPhone のニュースをリアルタイムでは見ておらず、それこそ YouTube のニュース的な動画のところで、見ていたんですけど、なんかそれを見てその下の関連動画のところに、結構ゲーム業界も年末商戦に向けて頑張ってるなというところで、僕は今プレステ4しか持っておらず、しかもそのプレステ4もちょっと事務所に置いてまして、僕がやりたい時にやるっていうことはなくてね、例えば終電を逃した人が暇つぶしに夜な夜なゲームをやっていたりとかっていう状況になってるんですけど、もう僕のアカウントのままちょっと置いているからね、なんかちょっとそこは不便なんですけど、 BF5 あと BO4 とか、なんか僕が昔ちょろっと下手ながらにやっていた FPS ゲームとかもベータ版が配布されて盛り上がっていたりと、でもそういう動画を見ていくと、鬼武者のトレーラーも関連動画にありまして、で確か12月に販売をするんですけど、確か4000円以下なんですよ。3500いくらとか。すごい僕子供ながらにバイオハザードはすごい怖すぎてできなくて、鬼武者はできたんですよ。プレステ2だったと思うんですけど、金城武さんがモデルで、とりあえずなんかゾンビみたいなものを倒していくっていうゲームなんですけど、なんかこの敵を覚えてる。で、その出てくる人も、あ、金城武さんだっていうね。昔のやつを HD 化したのかどうかわかんないんですけど、まあそうでしょうね。きっとシナリオを変えていないから、それだけ安い金額で発売をするんだと思うんですけど、ちょっとそれは買おうかなと。子供ながらに1週、2週、3週とかっていうね、ゲームってそういう遊び方あるじゃないですか。1回エンドロール見たけど、2週目ができて、3週目ができてみたいな。という意味では、ある程度簡単なゲームだったんで、中学生の時とかって、ここも難しいってなったらそれで諦めちゃうパターンとかあると思うんですけど、それもせずに何周かした結構思い出深いゲームなんで、大人になってもう一回やりたいなっていうのと、時系列的にはですね、iPhone のニュースの動画を見て、でその下になんかゲーム関連の発表ニュースだったり、まあ人が体験してるものとかで FPS のゲームが盛り上がってるんだねっていうのを見て、で鬼武者のトレーラー見て、で鬼武者のトレーラーを見たら、その次に龍が如くシリーズのやつなのかな、多分キムタクがゲームのモデルをやったっていうトレーラーもありまして、ジャッジアイだっけ、なんかそんなやつ、弁護士のやつ、ちょっとそれもちょっと興味がありまして、キムタクに対してこう
アイドルのキムタク好き嫌い、俳優として好き嫌いで、アイドルっていう言い方ではなくて歌手として好き嫌いとかね、バラエティタレントとして好き嫌いとか、多分いろいろ皆さんあると思うんですけど、僕はファッションアイコンとして、子供の頃から結構見ていた人なので、ジーンズ好きっていうところももちろん、同じ興味だっていうところでね、キムタクをより知るきっかけになったものでもあるんですけど、キムタクのファッションを追っかけてたおかげで、まあ、ジーンズ、どちらかというと多分キムタクは現行品のデニムを好きなところがあって、草薙くんはどちらかというと昔のレプリカが好きだったりとか、その先駆けになってくれたのはキムタクだったんですけど、今では剛くんの方が好きなんですけどね。でヒステリックグラマー、TMT ナンバーナイン、あとシュプリームとかもそうなのかな。とりあえずキムタクが着てるこれかっこいい的な、まあ、キムタクが着てるからなんですけど結局ね。でそういうところから僕の今のその洋服の趣味思考が好きになったきっかけの人でもあるんで、そのゲームは買うかな。せっかくゲームになりましたしね。だからまあでもその時にその洋服着てるのって言ったら全く別の話ですけど、あくまでも僕がキムタクを好きになった理由の一つであって、なんでちょっと今週はいくつもの発見があったよっていうお話。じゃあまあそんな中、じゃあ実際何やってたんだというところをちょろっとだけお話しすると、結構仕事上で、新しい人とのつながりを求めようと、多分数日前になると思いますけど、なんかフリーランスの人のミーツアップにね、交流会に行って名刺を配ったりとか、あとは事前にそのなんかこう、まあ、ライターさんが欲しいっていうことも動画でちょろっと言ったことあると思うんですけど、そういう方々に会って、自分たちは今こういうことをやってます、こういうクライアントを持っていて、そこでちょっとライター業務が必要です、金額これぐらい出すから一緒にやりませんかっていうのを数名の方お会いしたりとか、人と話すのが多かったですね今週はね。で今週会ったその人たちとさらに来週は得意先に提出する書類をガンガンに作り込み、で再来週打ち合わせっていう形なんですけど、それに向けた準備のためにですね、今もう喋り続けて8時になろうとしています。この時間から家を出ても8時10分前後の電車には乗れません。1本遅らせようと思いますけど、この後ちょっと会社に出向きまして、森谷くんと打ち合わせをして制作物に取り掛かると、まあ、そういう形ですね。では、今週は以上でございます。雨がどれだけ降ってるかわかんないんですけど、まあ折りたたみ傘で対応できるかなというところだと思います。気をつけて行ってきますね。はい、それではショコレでした。また明日、ごきげんよう。バイバイ。